インウッドマイナス -207 丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番外線の北側の終着駅である。インウッド、ヒルパーク近くのマンハッタン近郊の207丁目と、ブロードウェイの交差点に位置し、A 系統が終日停車する。この駅は1932年9月10日に、ワシントンハイツマイナス -207 丁目駅として、チェンバーズストリート駅及びハドソンターミナル駅を、 南端駅とする IND8 番外線の北端駅として開業した。駅構内への階段駅には A3 番線と A4 番線と呼称される線路の間に島式ホームがあり、線路は駅の北側の車止めで終わる。駅の南側にはシーサスクロッシングがありここで上下線の列車を振り分け、そのまま南へ進むと207丁目車両基地への線路が分岐する。 そして、そこからまた南へ進むと次のダイクマンストリート駅へ到着する。この駅はバリアフリー化のためエレベーターの設置を行う改装をした。中2階と通りを結ぶエレベーターのシャフトには AT ザスター a と AT ロングラストと名付けられたアートワークが描かれている。 駅は南端にある運転指令所により管理されており、駅南のシーサスクロッシング部分は207丁目車両基地の CTC により制御されている。ありがとうございます。